ドカティ大阪イーストさんの方にちょっと向かっておりまして、目的はねちょっとお願いしてたパーツが入ったということで、ちょっとそれを取りに、ささっと来てね、帰ろうと思ってるんですが、一応ねちょっとだけ試乗させてもらえるバイクがあればね、ちょっと乗ってみたいなというふうに思ってるんですけども、なければねちょっと帰ろうと思ってるんですが、とりあえずね、行きたいと思います。すぐそこです。とりあえずここに止めさせてもらいます。はい、到着です。いっぱい止まってますね。ゆっくりでいいんです、ゆっくりでいいんで、開けながらクラッチ握らずにシフトガーン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 、止めないでください、はい、止めずに開ける、ゆっくりでもいいんで開ける感じです。パーシャルな感じで止めてもまだ入ると思うんですけど、これちょっとでもね戻すとね、ククッとね引っかかりがある。あれ、シューターなんかドカティなんて調子悪いやん、入らへん、ククッと引っかかりがあると右手がねオフしてると思う。極端と万歳してですね、怖いですけどガチャンと踏み込んでください。グーン、ム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 ンみたいな感じですね。勝手にね、グリッピングしてくれます。シフトアップの時は開ける、うん、ダウンの時は閉めるがルールです、うん、これでね、スムーズにいきます、うん、乗らせてもらってます。で、それがこの、モンスター797という現行モデルですね、現行モデルなんですが、もうカタログ落ちしてましてね、間もなく、終了するというのが決まってるそうです。でね、このモンスター797っていうのは、久しぶりにモンスターでね、空冷版が復活したモデルでね、またねこれがなくなると、モンスターから空冷の運がねなくなるということで、あそうなんやって感じで、まあ、最後に乗せてもらったんですが、エンジン自体は 803cc の僕が以前に乗ってた、ハイパーモタード796と全く一緒だそうです。あと 800cc のスクランブラーと全く同じエンジンだそうで、ハイパーモタードと違うのはギア比ですね。でハイパーの方はどっちかというと高速寄りに振ってやると。で、このモンスター797とかね、スクランブラーのアイコン800は、ストリート寄りに振ってやるそうで、僕以前にね 4,5 年前にスクランブラー試乗した時に感じた、まあ非常に街の中で乗りやすいなっていう感覚はね、この797も今ちょっとね乗ってて同じやなというふうに感じます。で非常にね、軽快に浮き上がるところはミドルクラスの L ツインの特徴そのもので、非常に乗りやすい。乗り始めて 5,6 分なんですけどね、もうある程度慣れてきましたね。ハイパーとよく似た感じで、車重の方もよく似た感じで、どっちかというとこっちの方がちょっとコンパクトな気がします。はい、取り回しもいいし、ちょっとした街乗りとかワインディングとかでは非常に楽しめるバイクなんやろうなというのが、容易に想像できます。非常にポップに乗れるというか、すごく乗りやすいというのはいろんなレビューで知ってたんだけども、ここまでとは思ってませんでした。まあめっちゃ乗りやすいですね797。僕がね、一番最初に乗ったモンスター800のような感じで、ドカティ入門ですね、まさにこのバイク。ドカティらしい特徴もすごく感じるし、それで、扱いやすい、まあ、車格というか、すっきりした感じ、ハンドル周りもそうですけど、非常にシンプルですね。液晶モニター、もう、まあ、全然、カラーのね、TFT でも何でもなく、ハイパーモタードを思い出すような、そういう余計なもんが何もないですね。最新のね、オートシフターとかそんなのもないし、めちゃくちゃベーシックなドカティっていう、まあ、位置づけなんやなと思いますけども、まあ、これがね、
もうカタログ落ちしてもう在庫ある限りでなくなるということで、そういえばね、去年あたりこれ、ドカティのディーラーの、ね、広告で新車をいつまでに契約したら20万円割引みたいなをやってたなって思うけど、その時の写真だと思うんですけどね、そういう場合です。ドカティ一度ねお試しで乗ろうという方にはこれ非常にいいバイクだと思います。しっかりとねドカティの濃い世界をね味わいたくなればちょっと物足りないと思う人もいるんじゃないかなという気がする、あとはね女性の方とかでもこれ楽々と乗れるような、そのぐらいの車格ですね。足つきも、僕身長170で今普通にまたがって両足かかとまでついたんで、女性の方であればちょっとだけね車高を落とすとか、楽々と、乗れちゃうんじゃないかなと、軽さもねめちゃ軽いですし、まあ、そんな気がしております。はい、一旦ねディーラーさんの方に戻ってきました。あ、どうです。乗りやすいですよね。軽いし。なんであれ出かけてきてんやろ。乗りやすい。なんかこんなんが欲しいなと思うときはチェンジやな。マジですか、うん、これって現行モデルですか。現行モデルですね。はい、次はね、スーパースポーツというモデルです。こっちはね、オートシフターとか、最新の機能がついたモデルです。ただあまり前傾もきつくなくてポジション的には非常に乗りやすいかなというのがまずまたいで見た印象ですね。まあエンジンの駆動感はこっちの方が明らかにありますね。ドカティらしい雰囲気がより強いというか、でオートシフター、さっきねレクチャーを受けたんですけども、うわ後ろブレーキ全然効かへん。シフトアップするときはアクセルを戻さずに上げていくと。これってね普段乗ってたら戻す癖ってみんなあると思うんで最初は戸惑うらしいです。アクセルをそのまんま開け続けてその状態で、シフトを上げていくと。逆にシフトダウンのときはクラッチはね上げるときも下げるときも切る必要ないねんけども、シフトダウンのときはアクセルを一度、前編にする締めると。なるほど。今アクセルね、一つも触らずに。うわ乗りやすい。これやばい。このスーパースポーツ、あここでシフトダウン、ちょっと分かんにくい。こっちをでクラッチ握る癖あるよね普通に。あアクセルちょっと戻してしまう。あこういうことか。まあ慣れたらね、これも全然いけそうですけども、まあ、楽ちんですね。っていうか後ろブレーキこれ多分ちょっとおかしいですね。こんだけ効かんことないと思う普通のバイク。シフトアップの方は分かりました。シフトダウンが今アクセルね締めっぱなしで下げましたけど、これでもいけそうですね。なるほど。フルカウルモデルなんですけども、そんなにねセパハンでもあるんですが、そんなハンドル位置も低くなくて、割と乗りやすいポジションね。さっきも言いましたけど、うん、それは感じます。自分が乗ってるモンスターよりもね、どっちか言うたらハンドルは近い感じがしますね。ポジション的には SR と変わらんかな、座ってる感じ。いやさっきのね797といい、このスーパースポーツといいね、特徴はちょっと違えど、やっぱりねドカティらしさっていうのは両方ともに、あるなというふうには思ってるんですが、まあ、どっちかを今ねもし選べと言われたら僕このスーパースポーツを選ぶかもしれません。まだまだこう秘めたるものがありそうな気がするのはこっちかなと。
乗りやすさで言ったらもうさっきのねモンスター797だと思うんですけど、ただねこういうタイプをもし僕今まで乗ったことないんですけどね、こういういわゆるフルカウルっていうタイプね、もしね、そういったものを選ぶならばおそらくハニガーレの V2 じゃないかなという気は、いたしますね。多分ですね、僕の知り合いのね、モンスター、SOR よりも、断然こっちの方が乗りやすいでしょうね、そんな気がします。はい、ということで、試乗を終えて戻ってまいりました。はい、以上です。試乗2車種させていただきました。ありがとうございました。ということで、ドカティ大阪イーストさんを後にしました。モンスター797とスーパースポーツの2車種ね、試乗して非常に楽しかったんですが、まあやっぱり僕はこの初代モンスターの風鈴モデル、こっちの方が好きかな。それはもう率直にそういうものですね。またね、いつかね、乗り換えるときはドカティ、もちろんね、候補に入ると思うんですが、まあその参考になりました。ご視聴ありがとうございました。